池田さんってどういう人？徳重聡さん演じる坊主頭の池田恒興さん、作中では池田鍾乳と呼ばれていましたね。信長の地兄弟という立場から織田家中でもただの部下ではなく、親戚一門衆のようなちょっと特別な立場にいた武将です。そこを秀吉が大切にすることで、織田家をないがしろにしてないよというアピールをしていた面があったみたいですね。お父さんはここで亡くなってしまいましたが、子供の池田輝政は家康の娘と結婚したり、豊臣徳川時代を通じて結構重要な人物になっていくんですよ。詳しくはイチペディア本編と NHK のどうする家康公式ホームページをどうぞ。